さまざまな作物の害虫を蹴散らす。作物を害虫から守るコルト顆粒水和剤。コルトは昆虫の行動を制御し殺虫するというこれまでにない作用性を示す IBR 剤です。コルトを処理された害虫は定着や吸収ができずに逃亡・落下します。逃げた害虫も残った害虫も吸収ができないまま絶食状態になり死に至ります。これがコルトの IBR 作用です。コルトはコナジラミ、アブラムシ、カイガラムシ、アザミウマといった多くの種類の害虫防除に高い効果があります。ネギや玉ねぎの問題害虫ネギアザミウマ。ネギアザミウマは体長1ミリほどのとても小さな害虫で作物の葉の表面を舐めるように食害します。食害された部分は白いかすり状の跡になってしまうため作物の生育が阻害されてしまうだけでなく商品価値を大きく損なってしまいます。ネギアザミウマは野外では春から秋にかけて発生します。繁殖力が非常に強く生育に適した環境になると急激に増殖して薬剤での防除が追いつかなくなってしまう場合があります。ネギアザミウマは増殖するスピードが速く1回の薬剤散布で防除するのは難しいため系統の異なる薬剤をローテーションで使用することがポイントです。左がコルトを処理したネギの苗です。右には薬剤を処理していません。左はコルトの効果が現れネギアザミウマがネギにうまく定着できません。右の無処理のネギはネギアザミウマの食害で白いかすり状の傷が多く発生しています。コルトを処理したネギはあまり食害を受けず生育が進んでいきます。64時間後のネギの様子です。無処理のネギは食害が進み白い跡が目立ちますがコルトを処理したネギは食害が抑えられています。このようにコルトはネギアザミウマの行動を制御し高い防除効果を発揮します。コルト顆粒水和剤は昆虫の行動を制御し殺虫する IBR 剤です。ネギアザミウマへ高い防除効果を発揮します。アザミウマの防除薬剤として独自系統のためローテーションに組み入れやすい薬剤です。害虫の行動を制御し作物を守るコルト顆粒水和剤。